足ヶ瀬駅は岩手県東野市上里町細越にある東日本旅客鉄道釜石線の駅である。当駅の標高は473メートルであり、釜石線で一番高い。当駅を含む区間は1914年4月18日に岩手軽便鉄道が当の千人峠間で開通させた。当初は当駅は開設されなかったが、 翌1915年11月23日に開業した。その頃は 762mm 特殊狂気の京弁鉄道であった。また、岩手京弁鉄道の中間区間での工事が難航して東側で部分開業をしたため、東線として孤立した区間で運行していたが、花巻千人峠の全線が完成したのは、 東駅の開設と同じ1915年11月23日のことであった。1936年8月1日に国有化されて国鉄の駅となった。その後は国鉄標準の 1067mm 機関への改め機工事が進められた。また、三陸海岸方面へは東駅の一つ東の千人峠駅が終点で、 険しい千人峠を徒歩で越えて、釜石鉱山鉄道へ連絡しなければならない状態が長く続いており、国有化後はこの千人峠を越える連絡鉄道の建設も始められた。この鉄道は千人峠駅から先に延伸するのではなく、当駅から分岐して、栗の木峠を足がせトンネルでくぐって植え、有泉駅を経由し、そこから さらに土層峠の下を土層トンネルでくぐって、千人峠の東側斜面へ降りていくものであった。しかし、第二次世界大戦の戦局悪化に伴い、労働力や資材が不足して、改め期及び連絡鉄道の工事は一旦中止となった。1948年9月にアイオン台風によって山田線が大きな被害を受けると、 三陸海岸方面への鉄道連絡を早期に回復させるために釜石線の工事が再開されることになり12月に再着工した。1950年10月10日に1000人峠を超える区間が完成して釜石線が全通するとともに、当の足ヶ瀬間の改めき工事が完成し、全区間5067ミリメートル間の列車が運転されるようになった。これに伴い、 当駅と千人峠駅の区間は、その前日限りで廃止となった。島式ホーム一面二線を持つ、列車交換可能な地上駅。北上駅管理の無人駅。横取りを有する。周辺から数百メートルに民家が数軒ある。1950年10月10日廃止。ありがとうございます。